全くないことはないと思うんですけどね、あのー、原口元気もそれ作って良くなったって言ったから。ただ、まあ、原口元気が作ったときには三戸は合流してなかったから、ワールドカップの、ね、最終予選の最終の方その時に作った決め事は選手の中で、その時に招集された選手の中にあっただけで、まあ後から来た人にはないとか。一応、そのシステムの中で、まあ、相手にプレスかかってるときはライン上げて、かかってないときは下げてくらいあるでしょ。 あとあれなんだよね。今回さ、代表の期間長かったのって、ワールドカップ前の直前合宿の時間が短いから。ってことは、今回ダメだったってことは、直前合宿での仕上げみたいなのがいつも通りできない。だから、現状の完成度が前の大会よりも反映されやすいんですよね。番狂わせ起きにくいっていうか、現状の能力そのまま出やすそうですよね。 一部の選手たち特に現代的な賢くてタグな選手がコメントしてるのが何とも心不い。あれ、前言ったあれですよ。ちゃんと問題点気づいてる系の選手。あ口で言うだけじゃなくて、プレイに出てる選手ね。僕が思うのは三笘、富康、久保、田中を。この辺中心したチーム作った方がいいと思いますね。その方が現場判断でいろいろ変えられる。個人戦術が高いからそれがチーム戦術になるっていう。ワンチャン生き残れるんだったらそれだと思いますね。 富安いたら、まあ、ここまでの集大は、日本代表さらしてないと思うんで、ただ、あれなんですよ、富安が本大会にいないってことは全然あり得るんですよ。富安結構怪我がちだし。そんな長引かないと思って長引いたじゃん、あの、年末の怪我とか、年末年始のあたりの。本当にあの、センターバック1枚変わるだけで全然チーム変わりますからね。ファンダイク入るまでのリバープールが安定しなかったみたいな感じで。わけわかってて、まあ、 技術とかフィジカルも高いみたいな。現場の判断で戦い方を臨機応変に変えて、それが理にかなってるみたいな選手たちでやった方がいいと思いますね。だから、田中碧と、うん、僕はそれあの、久保とか今、批判されがちというか、あれだけど、僕は久保がその賢さあの、現場判断力っていうのがすごい高い選手だと思ってます。なんで、富安と久保とあの田中碧と三笘は出すべきだと思います。 で、そこに今あ、その時に調子いい選手。でも今だと伊藤とか、えまあ遠藤渡る今回批判されてるけど、鎌田なんかもいいですしね。使い方によっては南野もいいし。ただ、誰を中心にして、基本の戦術を与えて、枠組みを与えて、それを状況によって変化させるっていう。ただ、変化のさせ方を間違っちゃいけないから、今それが吉田前はできないんですよ。でその吉田前に基本の戦術、ガイドブック与えないで、 基礎を教えないで応用をやらしてるみたいなことですから、基礎っていうか基本ね、基本。チームに基本を与えて、そこから応用ができる選手を中心にするっていうのが大事だと思います。 Thank you